延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは延岡市政に関する最近の話題からお送りします。今月11日、延岡市役所で延岡若あゆレディ新旧交代式を行いました。この日、任期を終えた2007年の若あゆレディ黒木秋子さん、池田勝利さん、藤原よし子さんの3人にこの1年間の活動に対して感謝状が贈られた後、新しく若あゆレディとなった大村さとみさん、土井幸恵さん、松田美和さんにたすきが引き継がれました。3人はこれから1年間、延岡の観光や地場産品を宣伝隊やさまざまなイベントを通して県内外に広く PR していきます。続いて耳寄り市政情報です。今回は延岡市商業観光課の小島健二さんに延岡大師祭りの日程などについて伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週末はいよいよ大師祭りですね。そうですね、はい、今年の延岡大師祭りは祈り合うありがとうの心お接待をテーマに4月18日金曜日から20日日曜日までの3日間にわたり開催されます。延岡大師祭りは例年およそ20万人もの人が訪れ、九州三大春祭りの一つに挙げられています。今年も今山での催しをはじめとして板手細工の展示や延岡のぼりざる物産展、大師祭りパレードなどさまざまなイベントが予定されております。今年ののぼりざる物産展は県外からの出展がこれまで以上に充実しているそうですね。はい、その延岡のぼりざる物産展は今年も北高寺から高千穂通りまでの市道今山神社参道線で開催されます。今回は兄弟都市の福島県いわき市から新鮮な紅ズワイガニをふんだんに使った大鍋カニ汁が初めて出品されます。カニの旨味がたっぷりと出たいわきの漁師風鍋と聞いておりますので、ぜひご賞味いただきたい一品です。また姉妹都市の福井県堺市からも名物の油揚げを使った揚げ焼きステーキが出品されます。こちらも初めての出品ですので、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。そして友好都市の福岡県柳川市からは名産のうなぎを使ったうなぎうどん、大分県竹田市からは銘菓工場の月など盛りだくさんの内容となっております。また会場内では500円お買い上げごとに地盤の地場産品などが当たる抽選券も進呈いたします。おすすめの地場産品がこの日限りの特別価格で販売されますので、ぜひ物産展会場にお越しください。20日のパレードにはどれくらいの人が参加するんですか？はい、今年のパレードには47団体およそ1800人が参加する予定です。パレードは20日日曜日の午後1時に中河原町の旭化成岡富地区工場前を出発し、山下新店街アーケード中央通りを通って終点のジャスコ延岡ニューシティ店西側玄関口前に4時ごろ到着の予定です。大名行列や自衛隊の音楽隊、仮装行列などのほか、11日に交代したばかりの若あゆレディも初仕事として参加しますので、ご期待ください。今年も多くの皆さんに来ていただきたいですね。そうですね、ぜひ実際に会場にいらして祭りの雰囲気を感じていただきたいと思います。なお開催期間中は交通規制が行われますのでご注意ください。まず延岡のぼりざる物産展のため、先ほど申しました今山神社参道線が19日の午前5時から20日の午後9時まで通行止めとなります。そして20日にはパレード進行に合わせて午後1時から午後4時まで随時通過コースで交通規制を行います。その際、中央通り交差点は車両進入禁止となりますのでお気をつけください。またこの日は宮崎交通の路線バスも
交通規制部分を迂回するため通常と異なったコースを通りますのでご注意ください。期間中は会場周辺の車両混雑が予想されますので、延岡大師祭りにお越しになる際にはなるべく公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。今回は延岡大師祭りについて延岡市商業観光課の小島さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に延岡市役所からのお知らせです。延岡市では市民の皆さんと一緒に共同のまちづくりを進めていくため、市民まちづくり活動支援事業を行っています。これは市民活動団体などが行う新たなまちづくりの取り組みに対して、その活動に必要な費用の一部を補助するものです。募集する事業については、市民公益活動やコミュニティ活動だけにとどまらず、合併前の旧市長官を超えた地域間交流活動や伝統文化継承活動なども対象となります。また補助の割合も高く、利用しやすい制度となっています。詳しくは企画課や各総合支所、市民共同まちづくりセンターなどに備え付けの募集要項をご覧ください。皆さんもこの事業を活用して日頃から考えていることを実現させ、新たなまちづくりに挑戦してみませんか。募集締め切りは5月30日です。ふるってご応募ください。なお事業の採択は審査の上決定します。詳しくは延岡市企画課までお問い合わせください。この時間は延岡市政だよりをお送りしました。